背景です。今回は埼玉西武さんマジでパートップの先発陣になるということでですね、今回はライオンズの先発ピッチャーが本当にねここまで素晴らしい活躍を見せてくれているので、そのことについて話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは西武の先発陣がパリーグトップになるということでですね、西武の先発ピッチャーのここまでの活躍を見ていこうと思います。本当にですね、西武の先発ピッチャー、パリーグトップと言っても過言ではないぐらい、本当にね、素晴らしい活躍、素晴らしい成績をね、ここまで残してくれているんですね。まずはね、チーム先発防御率から見ていきます。それがですね、2.08 でリーグ2位ということで、こちらはね、ちょっとリーグ2位の成績にはなってしまうんですけれども、チーム先発防御率 2.08、本当に素晴らしいですよね。ほとんどもう1点台に近いぐらいの成績をね、先発は抑えて、残してくれてるんですね。ちょっとね、エンス投手がね、打たれてしまったりだとか、隅田投手がね、この前ちょっと打たれてしまったりとかしていてね、1点台ところにはなかなか食い込めてはないんですけれども、それでもね、本当にそれがあったとしても、2.08 という成績なので、本当にね、素晴らしいなというふうに思いますね。で、一番すごいのはやっぱ QS 率ですね。チーム先発 QS 率が 72.73% ということで、これリーグダントツの成績になります。2位のソフトバンク 50% ということですので、50% を超えているのはもう西武だけなんですね。で、しかもそれを大幅に超えて7割以上の成績を残している。これは、ライオンズの先発の素晴らしさをね、一番象徴している数字なんじゃないかなというふうに思いますね。しかもね、その中でも本当にハイクオリティスタートがね、多いですよね。高橋光成投手、今井投手はね、今2回投げて2回ともハイクオリティスタートですし、平投手もね、2回投げて1回ハイクオリティスタートなので、その中でもさらにハイクオリティスタートの割合が高いというところがね、本当にすごいところだなというふうに思いますね。で、あとはね、防御率ランキングところを見ていっても、一人一人のね、個人成績ですけれども、今井投手が 0.00 でパリーグトップタイ、で高橋光成投手 0.56 で3位、平投手が 2.08 で8位ということでね、この防御率の方でもね、個人個人でもしっかりと上位に食い込んでいるということですよね。やっぱり今井投手、高橋光成投手、平投手のね、3人が一番すごいなというふうに思いますね。で、何より一番すごいのが、個人成績だとやっぱり奪三振ランキング。ここ本当にすごいですね。今井投手が19奪三振でこれパリーグトップの成績、そして高橋光成投手が18個でこれパリーグ2位の成績になります。そして平投手が17個でこれは3位タイの成績ということで、ライオンズのピッチャー3人が奪三振ランキングの1位2位3位を独占しているということでですね、これ本当にすごいですね。やっぱりなかなかこうライオンズのピッチャー陣って、昨シーズンまであまり三振が取れてなかったんですね。高橋光成投手も、イニング以上の三振をね、こととやりとか、イニングと同じぐらいの三振を取ることはね、できてなかったりとかしてたんですね。すごい本当に防御率とかはね、良かったんですけれども、なかなかね、その三振のところはね、チーム全体としても、個人個人としてもね、あんまり取れてなかったというのがあった中で、今シーズンは、この奪三振ランキングっていうところで、まだ山本由伸投手だったりとか、佐々木朗希投手が1登板しかしてないっていうところももちろんありはあるんですけれども、その中でもね、ただこの上位を3人がね、独占しているってことが、本当にすごいなっていうふうにも思いますし、その昨シーズンからの変化っていう意味でも、本当に大きく変化しているところだなというふうに思うので、そこはすごいなというふうに思いますよね。で、4月13日にはね、今井投手がパリーグ1万乗りの完封勝利を記録ということでですね、まだね、パリーグ誰もね、完投完封ってところね、していない中で、今井投手がね、それを先陣切って完封したというのもね、本当に素晴らしいですし、ライオンズのやっぱり先発がすごいっていうことをね、象徴している記録だったなというふうに思います。本当にね、ここまで素晴らしい成績を残してくれているライオンズの先発ピッチャーたちなんですけれども、これ本当にね、1年間ね、どんな成績を残してくれるのかっていうのすごい楽しみですよね。昨シーズンは本当に高橋光成投手一人だけがね、すごい、で、ライオンズの先発ピッチャーの中では、規定投球回も乗ったりとか、勝ち星も2桁行ったりとか、素晴らしい成績残してくれたんですけど、今回は本当にね、それぐらいの成績、あるいはそれ以上の成績をね、複数人ぐらい残してくれるんじゃないかなと、それぐらいの期待をね、させてくれる先発陣なんですよね。で、昨年、一昨年ところで言うとね、パリーグの先発はね、やっぱり山本由伸投手ちょっと圧倒的だったんですね。2年連続で、パリーグの先発のタイトル独占ということで、投手4冠を2年連続でやってるんですね。これはね、本当に史上初の、快挙なんですけれども、2年連続でちょっと山本由伸投手に、タイトルを独占されてしまっているっていうのが、今のパリーグの先発陣の現状になります。山本由伸投手が素晴らしいっていうのはもちろんなんですけど、やっぱりそこに対抗するようなピッチャーが、なかなか出てきていないっていうところもあるんですね。ただですね、やっぱり今シーズンのライオンズの先発陣見てると、それに対抗できるんじゃないかって、そう思わせてくれるぐらい、その独壇場を崩せるんじゃないかって思わせてくれるぐらいの、本当にメンバー揃ってるし、それぐらいのピッチング、そう期待させてくれるぐらいのピッチングを、ここまでね、まだ本当に開幕して2週間ぐらいですけど、してくれているなっていう印象なんですよね。
まあ、山本由伸投手はね、まだまだここからどん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 上げてくると思うし、まあ、今年も絶対ね、もう例年通りの成績残すと思います。だからその中でもやっぱり山本由伸投手を追いつけ追い越せでね、まあ、どん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 本当にライオンズのピッチャーに、まあ、彼をね上回るぐらいの成績を残していってほしいなというふうに思うので、まぁ、あ、ちょっとそこはちょっと期待していきたいかなというふうに思います。まぁ、あ、山本忍同士ももちろんタイトル多分今年も取るとは思うんだけど、まぁ、あ、その4冠のうちのね、1個ぐらいはね、ライオンズの先発ピッチャー誰かがね、ちょっと取ってほしいなというふうに思っておりますので、そこは本当期待していきたいところですね。で、今やっぱり今井投手、高橋光成投手、平投手が本当に素晴らしいピッチング、まぁ、あ、2試合連続でクオリティスタートしてくれたりだとか、まぁ、あ、防御率もね、本当に上位の方に、まぁ、あ、高橋光成投手、今井投手に関しては0点台ということで、まぁ、あ、素晴らしい活躍を見せてくれているんですけど、まぁ、あ、やっぱりこの3人だけではなくて、他のメンバーの奮起ところもちょっと期待をしていきたいなというふうに思っております。まぁ、あ、松本渡投手はまだ1試合しか投げてないですが、まぁ、あ、隅田投手ちょっとこの前炎上してしまいましたし、まぁ、あ、エース投手は今2試合連続でね、なかなか試合を作れていないというのがあるんですね。なので、ちょっとね、まあ、もちろん、その他のピッチャーたちも結構頑張ってはいると思うんですよね。隅田投手も1試合目いいピッチングしましたけれども。まあ、ただやっぱりこの3人にだけじゃなくてね、他のメンバーやっぱ全体でこう盛り上げていけた方が、まあ、ライオンズもっともっと強くなると思いますし、やっぱり今シーズンはピッチャーのチームだと正直僕は思ってます。なので、まあ、なかなかやっぱり野手はね、本当にこう山川選手も怪我してるし、源田選手も怪我してるし、まあ、森友選手も抜けてしまったって現状で、やっぱりそれで中で昨シーズンを上回るっていうのはすごい難しいことだと思うんですよね。ただ、やっぱり先発ピッチャーは本当にそれだけメンバーが揃っていて期待できるメンバーだと思うので、やっぱり先発陣でもうチームを勝たせる、もうそれだけぐらいの気持ちで、まあもちろんこの3人はもちろんですし、それ以外のピッチャーたちも、まあぜひね、ちょっと頑張っていってほしいなというふうに思います。まあただ本当に今シーズンは、まあ先発ピッチャーもう本当に過去を見ても歴代最強なんじゃないかっていうぐらい、すごいメンバーが揃っておりますし、それだけ期待できると思いますので、まあ彼らがね、どれぐらいの成績を今シーズン終わった後残してくれるのかってところを、今後もちょっと注目をして見ていきたいなと思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。